どうも、花車勇です。今回は、チカマ編やっていきたいと思います。チカマは、最近 JK ファンさんに挙げさせてもらったセミナーでメインの題材として使わせてもらっているので、チカマ編は、なんていうっけ、めっちゃ期待してください。交互期待こう本当に交互期待じゃない、こうお期待ください。ちょっと分からんけど、まあめっちゃ期待してください。はい、じゃあやっていきましょう。はい、チカマ編なんですけど、今現在のルールだと、技を出してバンバンってこの接近した時、この時審判がこう握ってこうやってると離れてと指示をします。で、離れてで離れなかった場合、やめ、忠告と C2 の反則が入ります。ただこのルールをうまく逆に使って、離れてという間に攻撃を仕掛けましょう。今小中学生、高校生、大学生、まだあまりチカマ浸透してないです。なので身につけるなら今でしょうみたいなね。はい、今身につけていきましょう。で、僕がやるチカマは、まあ、チカマもいろいろ考え方があって、いろんな選手によってチカマのやり方違うんですけど、僕はこういうチカマをやってますっていうのを教えたいと思うので、ぜひ身につけてみてください。このチカマを身につけることによって、普段勝負初めて構えてお互い技を出せる状況でバンバンって攻撃し合うのももちろん一番メインの戦いになるんですけど、これが入らなくてこうなっちゃうときめっちゃあると思うんです。で、この時何がチャンスかっていうと、身長が低い選手も高い選手も同じ間合いに入ってます。お互いに攻撃ができる距離がチカマですね。で、技を知らない選手だとここから多分ポーンと離れるしかやることないと思うんですよね。なので、このポーンってみんなが離れてる今攻撃を取れるようになると、自分の得意技で初めてこうやって勝負してバンバーンってやって入らなかった後、この近くなったここで技を取れるチャンスができるようになります。そうすると、普段絶対にポイントが入らなかった地下までポイント取れるようになると、試合をすごい有利に進められます。はい、じゃあ始めたいと思います。はい、地下間なんですけど、地下間の練習をするときに大事なのが、絶対にめちゃめちゃ近い距離、この距離で練習をすること。結構セミナーで練習、近間練習してもこのぐらいの距離から近間練習する人いるんですよね。このぐらいの距離だと普通に技出せば取れちゃうんですよ。なので近間の練習にならない。本当の試合の時にこのままでこうやって止まることって多分ないと思うんですよ。なので試合を想定したようにちゃんと技を出してこうくっついて、このお互い技が出せないこの距離から練習をしましょう。まずは、はい、今回は月編にしようと思うので、ここから月どうやって出しますか。クエスチョン3、2、1。はい、多分ほとんどの人が後ろに下がってこの距離を作って攻撃っていう風に考えたと思います。もちろんこれもすごいいいんですけど、この近づいて離れた時って相手も攻撃できる空間になっちゃう。この距離相手も攻撃できる空間を作っちゃうので、もし相手が攻撃を狙ってたら下がった方がフリーになってしまう。下がって準備をしてる間にバーンとこらえちゃうからやられる可能性があります。なので僕はこのやり方は、まあ、今回はやりません。じゃあ僕のやり方はどうやるかっていうと、後ろがダメ、じゃあそのまま前につく、引きだけで決めるって人もいると思うんですけど、ここから前にバーンってついちゃうと、見てください、肘も曲がりっぱなしになっちゃいます。技っていうのは出した時の距離と引いた時の距離をプラスした距離で審判に見えやすさが伝わります。なのでこの距離が短くなればなるほど、審判、四つ角の審判も見えづらくなってしまう。なので少しでも見えやすくなるために距離は必要です。無理やり言っちゃうと反則になっちゃう、バーン反則になっちゃう。なので前は今回もやりません。じゃあ残ってるのはどこかというと、そう、横です。横を使いましょう。だけど、まあ外側、
外側の横ですね、外側。こっち構えだったらこっち、こっち構えだったらこっち、横側を使います。じゃあちょっとやってみますね。はい、近間こうやって入って、いやこっちがいいかな。はい、すいません。近づいて、この距離、この距離に空間を作るために、踏み込みを思い切って斜め前、もしくは横にバン踏み込みます、踏み込みます。そうすると、もう一回いきますね。こう斜めのこっちからね、こう今近いです、近いです、この距離です。近い距離で斜めにバーンって踏むと、見てください。そのまま手を伸ばすとパンチが入る隙間が生まれます。これは移動してからの攻撃じゃないので、そのままこの近い場所からバチンと攻撃いってるので、自分しか攻撃できないタイミングになります。なので横に踏み込む近間は自分だけの攻撃のチャンスを作ることができるということになります。今回はこういうふうに横に踏み込んでいきます。じゃあやってみます。ちょ、こっち来て、足が見えない。はい、じゃあまず近い間合いに入って、思い切って外側、外側順体、同じ構えの時は思い切って外側に踏み込みながら、パンチを間にバチン。まずこの練習をしましょう。しっかり腕を伸ばし、踏み込む力を力強く、力強く、この練習ですね。はい、じゃあ、ちょっと足をつけます。ここから、こうです。これをまず練習します。で、これができるようになったら次は、引きに持っていきますね、引き。さっきも言ったように、パンチの距離と引きの距離を長くしたいので、どうするかというと、パンチを出した、この姿勢、この姿勢から、軸の回転を使って引き手を取ります。軸の回転、おへその向きが今カメラの方向いてるんですけど、このおへそを反対の向きにぐるんとひっくり返して引き手を取ります。後ろで、ちょっと引き手は高めに取りましょう。高め、いつも帯ぐらいで引いてる人はちょっと高めに取りましょう。そうすると何がいいかというと、まあ、例えばこっちで見ると、これが普通に帯で引いた時の引き手です。これが高く引いた時の引き手です。少し肘が見えます。これが何がいいかというと、見えづらい審判の人からもしっかり引き手を取って残心が取れてる、引き手を取ってるっていうのをアピールになります。細かいことなんですけど、これも大事になるので意識していきましょう。はい、じゃあいきます。近づいて踏み込みます。おへその回転でこっちの後ろ足を引いて回転させます。引いて回転させて、引き手をバーン、こうですね、引きましょう。で、この後、この後ですね、このここで止まって、あーってやってると、仮に入らなかった時に相手の反撃、バーンやられちゃう可能性があります。なので近間からバーンって入れて、おへその回転でバーンって引いた後はすぐバックステップで離れましょう。相手から届かないところに逃げてしまいましょう。はい、これだったら仮に入らなくてもまたやり直しができるので、普段みたいにポンと離れるよりはポイントの可能性を追って失敗した方が絶対にいいと思います。順体の場合はこのまま横にずらせばいいんですけど、じゃあ虐待の場合どうするのって話なんですけど、虐待の場合絶対に攻撃した後、外側を取る癖をつけましょう。外側、外側を取っていれば横に踏み込めます。ただ内側を取っちゃうと横踏み込めないんです。足引っかかっちゃって、内側に入っちゃうと足が引っかかって踏み込めません、外側に。そうすると近間もできないですし、相手が崩しがうまいと外に足取られちゃうとバーンって崩されちゃう。そうすると相手に攻撃されちゃうので、外側を取る癖をつけましょう。外側を取ったら順体の時として横に踏み込んでバチンと取ります。じゃあちょっとどういう形でするか実践やってみたいと思います。はい、こう近間に入ります。しっかり技がお互い打てない距離に入ったら思い切って横に踏み込んで、遠くでやってみる。
はい、もう一回近づいて、お互い技が出ない距離に入ったら横に踏み込んで、こういう形ですね。ちょっと背中からもやってみます。横に思い切って踏み込んで、こういう形ですね。ちょっと小野田先生にもやってもらいましょう。そうですね。ちょっとこっちから。じゃあ逆体になります。そうですね。上手です。多分ここまでは練習すれば簡単にできます。ただここが完成じゃないんですね。これはなぜ簡単にできるかというと、お互いに近づいているときに打ちやすい体勢を自分で取ってます。気づかないうちに足出しやすいところに足を置いて、踏み込みやすいように後ろ足もセットしてってやってます。なので簡単にやりやすい。だからここまで近くに入って、ここからのスタートでバチンと決めれるようになったら、次は離れて構えて攻撃をバンバン本気でやった、ここからバチンと取れる練習をしましょう。全然難しさが違います。全然難しさが違います。本気で攻撃するとなかなか近間のことまで考えれないんですよね。なんで踏み込みやすい位置にこう整えるっていう動作をしなくなっちゃうので、崩れた位置から近間を打つことになっちゃうかもしれません。なので近間の打ちやすい位置に斬新を取るようにする癖をつける、もしくはどんな体勢からでも近間を横に自分でバチン取れる練習をするっていうのが最終ステップになります。そうすると近間取れるようになるので、ぜひ近間の練習をしてみてください。今回は近間の突き編を題材にしてやってみたんですけど、僕は近間の蹴りも得意になります。中段蹴りなんですけど、それも今後動画に上げれたらと思います。で、直接これ今までいろんな動画を上げてきたんですけど、直接習いたいなって人はぜひ組み手いただきセミナーにお越しください。はい、一応 JK ファンさんに載せさせてもらったセミナーは1月で1回終えたんですけど、ここから2月、3月、4月とたくさん予定今考えているので、今後でき次第情報公開していきます。どうぞご確認よろしくお願いします。今回の動画はここまでになります。ありがとうございました。